どうも皆さん、こんにちは。てるちこです。今回は精神病院占い師のランク戦やっていきたいと思います。パーティーが占い師、傭兵、調香師、祭司で、お相手がピエロですね。やっていきたいと思います。さあ、まずは相手は部品集めかな。ピエロなんでね、とりあえず推進機もらわないところで、まあ出窓では回してるんですけど、出窓全然入ってくるからピエロ、ちょ怖いなぁ。確実な安保寺ってわけじゃないからね。2階に解読機あれば最高だったんだけど、まあまあまあ、入ってきたら出窓出て正面の板場でチェイスするかな。いや、言うてももう5割ぐらい回ってるから、あー、まあ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 、岩瀬さん食らっちゃったけど、言うてもこれ多分また巻き直して5万かな。5万ぶりだわ。光振ってる。多分帰ってくるかどっか来ると思うね。独占力、いや、来た、はい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 、で来るでしょ。でどうせ多分来るんだよ、絶対来るから。もう板場帰ってくる。来るかな、来ないか、あれ来ないか。あれでも独占力なってんだけど、うえーっそちょっと待って、マジか、やば、このもらい方マジでやばい。うわー、もうアホンダラだよマジで。板場入ればよかったじゃん。うわー、欲張ったマジで。院内よりも板場にいればよかったな。そこもったいねーマジで。これ鬼没でしょどうせ。うーわー、やばいか。いやーだよねやっちゃったけど、まあ鬼没最低限使って地下じゃなければ、まあまあまあ、よかったよかった。出窓が6割ぐらいかな、5、6割回ってるから、まだまだチャンスはあると思うんだけど、袋溜まってないからな、どうしよう。いや、まあとりあえず DD は避けるために俺がもらいたいな。いや、解読機回ってねえかな、意外と。ロング張る、使うかロング。あー、もうなんかこれ推進機出しあるよね。 OKOK、 いや、もうロング使おう。推進機出しないから、これ多分間に合うっしょ俺。ボロ体、あと5秒。いや、いける。間に合え。よっしゃ、アップね。オッケー。回復ください。セーフ。いや、これは結構いいんじゃない。多分相手巻き巻きしないと多分こっち来れないから、回復入るでしょ、これ。あ、もうこっち追ってないのか。追ってないんだったら回復もらおうかな。いや、オッケー。もしかしたら推進機なかったのかな。最初追ってる。解読機守り入ってんのかな。全体圧に切り替えたかな、多分。いや、よかった。このロングナイスだわ。もうギリギリ入れて。よかった。いや、おっきいぞ。それならそれで解読機はもう結構いろんなところ回ってるし、出窓も回ってると思うから、最初ダウンするけど。これ、兆候行ってほしいな。動かないで、あー、ナイス。チョコシさん、わかってる。これ、傭兵の回復、いるかな。回復機結構回ってるんだよね。出窓も回ってるから。で、T 字も回ってるでしょ。岩瀬さんが引き継いでくれればね、多分、もう、ほぼほぼ、残り1台ないぐらいだと思うんだよね。合わせて。うん、T 字ももう8割回ってるから、結構回ってるんだよね。どうかな？先行ってみよう。いや、結構回ってるはずなんだけど。解読集中。いや！回ってないかな。どうしよう。
いや、でもゲット待機でいいんじゃない？もう結構回ってると思うけどな。あ、いたわ、ほら。ナイス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 。ノーアンなしかな。あ、でもあれか、推進機かな。うん、解読機的にかなり回ってたから、ナイスだね。オッケーオッケー。さあさあさあ、先に行くようで。初手のお散歩が結構大きかったかも。オッケーオッケーオッケー、出れる。大使は出れるかな。オッケーオッケー、出れる。ナイスナイスナイス。傭兵も出れると思うんだけど、ロング張って。いや、ロングワープがね、今回良かったね。だいぶ、でかかったな、あのロングで。張ってるけど。ロング張ったけど普通に来たわ。ナイスナイスゲームでした。3人ゲーナイスです。ご視聴どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。